はいどうも、隙間時間に聞く読書の聞く本です。今回のテーマは、音声配信をするならアンカーは絶対に使った方がいい、これがテーマです。皆さんアプリアンカー使ってますでしょうか？これ音声配信、ヒマラヤとかスタンドFMとかでラジオ配信している人は絶対に使った方がいい、これが今回の結論になってきます。今回はこのアプリアンカーとは何か、アンカーを使う3つのメリット、そしてアンカーで外部音源をアップロードする方法、これについてご紹介していきたいと思います。まあ、普段聞く本は、本の要約、ビジネス本を分かりやすくご紹介するっていう、こういうアカウントなんですけれども、今日は音声配信をしている方に向けて役に立つ情報ということでご紹介していきます。それでは参りましょう。よろしくお願いします。早速ですが、アンカーとは何かについてです。アンカーっていうこのアプリは、同時に9チャンネルに自動でポッドキャスト音声配信をしてくれるサービス、アプリなんですね。でこれ、有名な Spotify によって、運営されているアプリになっています。でこの、9チャンネル同時にアンカーで配信すると、一気に9チャンネルにババーっていう風に配信してくれるんですけど、重要なのは Apple Podcast、 そして Google Podcast、 そして Spotify、これ皆さん、特に Spotify 使ってるっていう人、これで音楽聴いてるっていう人多いと思うんですけど、この3つに同時に配信してくれるっていう、この効果がめちゃくちゃ大きいんですね。でそれをやるかやらないかっていうのは、今後その音声配信の波が来る中でどんどん差がついていってしまう、だからアンカーやった方がいいよっていう話なんですね。でそうですね、そういう便利アプリになっています。それがアンカーですね。次行きましょう。ではアンカーを使う3つのメリットについて紹介したいと思います。1つ目のメリットが、今言った複数のプラットフォームに同時アップです。特に Spotify、とか、Apple Podcast、Google Podcast、 これらに一個一個単独でアップロードするのって実はかなり難しいんですね。英語のプラグインを使ってなんかアップロードしなくちゃいけなかったりして、すごい難しい。それがアンカーであれば日本語で音声を上げることができて、とても簡単に複数に一気に音声配信ができて便利です。はい、これが一つ目のメリットですね。二つ目いきましょう。ウェブ上の検索で表示されるようになる。一気に9チャンネルにこのアンカーで配信してくれるのがあるので、でそれが、Google の検索とかに引っかかるようになってきます。例えば聞く本も聞く本っていう風に、カタカナで検索すると、YouTube とかスタンド FM、 ヒマラヤのアカウントが出てくるんですけど、でそれで他にも Spotify とか Apple Podcast、 これらのアカウントも、Google の検索で引っかかるようになって、聞く本のその何て言うかな、公式性というかね、より聞く本ってこんなたくさん検索で記事が出てくるから、ちゃんとしたアカウントなんだなっていう、そういう風な見られ方をしますよね。あんまり情報が出てこないと、これ大丈夫なのかなって思うけど、たくさんのそういう有名なプラットフォームで出てくると安心感が出てきます。でさらにさらにこれからですね、期待できるのは、アメリカとかだともうすでにポッドキャストとかそういう音声コンテンツが、検索上でもう出るようになってきてるんですね。日本ではまだまだですけど、アメリカではそういう風になってきていると。ということはもう 2,3 年後、このポッドキャスト音声配信が Google 上でちゃんと検索されて出てくるというのはもうすぐっていうわけですね。最近は YouTube で動画が出てくるように検索でなりましたよね。ただ昔はこれもなかったっていうのを考えると、この音声が表示されるようになるのももうすぐということです。でさらに、スマートスピーカーが普及が進んでいるっていうのも、このアンカーをやるメリットになっています。スマートスピーカーでは Spotify とかそういう音声コンテンツとすごい相性がいいんですね。スピーカーから音楽とか、この音声配信というのはながら聞きができますよね。台所で家事やりながら聞いたりとか、洗濯物を干したり洗濯物を入れたりしながら聞くことができる、このスマートスピーカーで、この音声配信っていうのが、聞くことがより一般的になってくれば、このアンカーで、流して、それがスマートスピーカーで引っかかってっていう、それで再生回数を稼げるっていう、こういうメリットがあります。そうやってね、検索でいろいろ引っかかってくるっていうのがメリットになってきます。はい、最後3つ目、音声コンテンツ市場で先行者優位を狙えるということです。これまでも話してきましたが、
YouTube っていう動画の波が今まで来てましたよね。もう今までじわじわと来ていた中で、このコロナでみんなが YouTube 見るようになって、ドドッともう YouTube にもう前から参入していた人はそこで一気に伸びたわけです。まあ、聞く本は2020年の6月から YouTube 始めたんですけど、まあだからコロナの時になって始めたんですね。それもっと前からやってれば、そこでババッと伸びたんじゃないかななんていう、まあ後悔もありますけど、しかし今度のこの音声コンテンツ、音声配信の波には乗り遅れんぞっていうふうに、そういうふうに思っています。音声コンテンツ、音声配信の波っていうのは、まあ今じわじわ日本でも来ていて、どんどん有名人がラジオに、このね、動画、ネットの時代なんだけど、もうアナログなラジオっていう分野にどんどん有名人が今参加してきています。さらに今後、この音声コンテンツ市場が伸びるっていうふうに言われていて、そこにもう早くから参入していくことが、この音声コンテンツの波が来る2、3年後に向けて先行者優位、早く、入っていった人の優位を得られるわけですね。だからこそ、このApple Podcast、Google Podcast、Spotify に全部複数に一気にアップロードしてくれるこの Anchor っていうこのツールをやらないのは本当にもったいないっていう、そういう話になってくるわけです。私もこれ気づいてよかったなっていうふうに思います。ですね、聞く本のコンテンツをこの、Anchor 使ってアップロードしてるんですけど、まあ、結構ね、今再生回数が伸びてきていて、もう2000回以上再生されて、じわじわと最初はね全然聞かれなかったんですけど、最近聞かれるようになってきていて、あ、これやってよかったななんていうふうに思っています。以上、アンカーを使う3つのメリットについてご紹介しました。それではここからは、アンカーで外部音源をアップロードする方法についてご紹介していきたいと思います。はっきり言って、スタンド FM とかヒマラヤで今まで音声配信をしてきたっていう人が、このアンカーですべきことっていうのは、もう一つ、この外部、もともと撮った音源をアンカーにポイっていう風に、入れるだけで配信するだけ、ここさえ覚えれば OK です。アンカーは、このアンカーのアプリ内で音声を撮ったりだとか、編集をしたりとか、音楽をつけたりとか、本当いろんなことができて便利なんですけど、まあ、それはね、はっきり言って覚える必要はありません。もう音源をアップロードしてポイっと上げとくだけで、今は OK です。もうそれをやるかやらないかで全く違うので、この外部音源をアップロードする方法、これだけを今日は覚えていってください。はい。まずはですね、アンカーまだアプリ、ダウンロードしてないよっていう人、もうダウンロードから行きましょう。Apple Store とかで、このアンカーっていうふうにカタカナでも英語でも入れると出て、一番上に出てきますので、このアンカーを入手します。それで開くと、このアンカーっていう画面になって、Apple ID でサインアップ、メールアドレスで登録っていうのがあるので、どっちでも OK です。メールアドレスで登録っていうのを押すと、E メールアドレスのほか、Facebook、Twitter、Google アカウント、これらでも入ることができます。それで無事に入ることができると、アンカーへようこそ、どんなご要件ですかっていうふうに出てくるので、一番上の新しいポッドキャストを作りたい、これを選びます。で、そうするとこの画面になってくるので、もう早速ですね、この一番下の真ん中にある、プラスボタン、ツールっていうね、ここをタップします。そうすると音楽とか録音とかライブラリーとかっていう風にいろいろ出てくるんですけど、ライブラリーですね、この紫色のライブラリーをタップします。そうすると、まあ一番最初だとオーディオライブラリーが空ですっていう風に出てくるので、右上のところにあるインポート、これをタップします。そうすると、この iPhone の、自分のスマホの中にある音源がいろいろ出てくるんですけど、インポートを押します。で、これまで撮った外部音源がいろいろ出てくるので、アップロードしたい音源をタップします。そうすると、アップロード中とかっていう風になって、まあ、そうですね、20分ぐらいの音源であれば、1、2分でアップロードが完了します。で、アップロードが完了したら、エピソードに追加ですね。プラスボタンを押して、エピソードに追加っていうのを押します。で、エピソードにレコーディングを追加、ここを押します。で、その後は、この画面になるので、点々点の、まあ、編集ボタンですね。編集ボタンを押します。
そうするとエピソードを公開する、公開するですね、右上にある公開するボタンを押します。そうするとエピソードを公開するっていう風になるので、タイトルをつけましょう。タイトルを100文字以内で、入れるっていうのと、エピソードの説明を入れます。例えば、今回のやつだと、21分で本要約、運がいい人になるための小さな習慣っていうのがタイトルで、エピソードの説明、運がいい人になるための小さな習慣、サチン・チョードリーさんを分かりやすく本要約解説しましたと。こんな感じですね。で、ここのエピソードの説明には、URL 等も入れることができて、例えば YouTube にもし誘導したければ YouTube のアカウントとか、サンド FM に誘導したかったらサンド FM の URL っていうふうにそれを貼っとくといいです。ちゃんとリンクするようになるので、それを貼っとくのがおすすめです。で、これができたら、今すぐ公開する、下の方にある今すぐ公開するをポチります。そうすると花火が打ち上がって、最新エピソードっていうので、無事にアップロードできたっていう、ここまでが、外部音源をアップロードする方法になります。もう、最初のうちなんかボタンがたくさんあって、アンカー使いにくいなとかって思ってたんですけど、慣れると2、3分で1個アップロードできるようになるので、今までやってなかった人はもう全部外部音源残ってたら、どん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 アンカーにアップロードすることをお勧めします。で、これをやるとどうなるかっていうのを、私も実はさっき見てみたんですけど、Spotify を、アプリをね、ダウンロードして、Spotify の中で、聞く本とかっていう風に検索してみました。そしたらちゃんと、聞く本、自分の、コンテンツが出てきて、あ、Spotify で聞けるんだなっていうのが分かりました。Spotify で音楽聴いてる人ってすごい多いと思うので、やっぱりそういう意味でもアンカーは絶対にやった方がいいですね。まあこれまできっとイヤホンでね、外で聞くものって、アーティストの音楽を聴くっていうのが一般的でしたけど、まあこれからは音楽を聴くように、こういうなんかいろいろ、まあ聞く本見たく、読書の本要約とか、有名人のなんか話とか、勉強系ですね、勉強系のコンテンツを聞くっていうのがより一般的になってきてくるのかと思います。これまで勉強系を聞いてるとね、なんかうわあいつ意識高い系だとかっていう風に言われることが多かったかもしれませんが、これからは学生も社会人も、もうこの、音声コンテンツを使って昼休みとかにそういう学習系コンテンツを聞くっていうのがもうどんどん普通になってきて、逆にやってないのがうわあ全然学んでないのみたいな感じになっていくと思っています。隙間時間に聞く本では本の要約してますので、よかったら聞いてみてください。はい、ここまでですね。今回はアンカー、もうラジオアプリ、ヒマラヤとかサンド FM やってる人はアンカー絶対に使った方がいいよっていう話をしてきました。振り返るとアンカーっていうのは複数のプラットフォームに同時にアップロードできる、そういう便利な、ツールになっています。特に Spotify、Apple Podcast、Google Podcast にこの3つに複数にアップロードしてくれるのはすごい、便利です。そしてアンカーにアップロードするメリットとしては、もうそうやって複数のプラットフォームにババッと同時にアップできることとか、これから音声コンテンツが伸びていく中で今のうちに先行者優位だよっていうこととか、ウェブ上でちゃんと検索されるようになるよとか、そういう話をしました。その後にアンカーに外部音源をアップロードする方法、これだけは覚えてねっていうことを伝えました。いかがだったでしょうか。もうとにかく今回の結論としては、もうラジオで配信してる人はこのアンカー絶対にやった方がいいっていうことです。早ければ早いほどいいです。もう今のうちにもういわゆるポジションを取るっていうんですけど、今のうちにこの音声コンテンツの中で自分の場所っていうのを抑えてしまいましょう。サンド FM とかね、ヒマラヤとか YouTube の中でしか今まで検索されなかったのが、Spotify の中とか Apple Podcast の中でも自分のコンテンツが検索されるようになるっていうのは、たくさん聞いてもらって再生数を稼ぐとか、フォロワー数を増やすとか、そういう意味合いでもとっても重要になってくると思います。アンカーぜひ使いこなしてみてください。私もこれ早く使っていて、もうラジオ配信してる皆さんにこれは伝えたいなと思って今日は収録をしました。聞く本では普段はですね、本の要約をして分かりやすく本の魅力を伝える、そんなチャンネルになっています。
その他、音声配信をする方に向けて、どうしたらうまく喋れるか、喋るコツ、ライブ配信のコツだとか、ヒマラヤスタンド FM など、ラジオアプリの使い方、まあ、そういう音声配信をする上で役立つ情報なんかをアップしますので、よかったら YouTube、スタンド FM などなど登録してくださるととっても嬉しいです。本が好きな方、読書好きな方は、絶対友達になれるかと思います。よかったら一緒に勉強しましょう。それでは、聞く本がお届けしました。またお会いしましょう。今日もありがとうございました。